台北南山広場は、台湾台北市信義区の信義計画区内、台北101の北東に隣接する超高層ビル、低層の商業施設と高層のオフィスビルで構成されている。松仁市寺と松里市寺の間、松蓮寺北側にある、敷地面積約5300坪の、かつての台北世界貿易中心予防に関与土地に建設された。オフィス棟の高さは272メートル、地上48階、地下5階で総床面積は6340坪。2017年10月26日に竣工、2018年6月11日に開業した。竣工時点では高さは世界第219位で、市内では南西隣の台北101に次ぐ第2位、台湾全体では高雄85ビルに次ぐ第3位。低層部の商業施設ゾーンには、ブリーズセンターとその各店舗として、日本のアトレが2019年1月10日に開業を迎えた。年越し花火イベントでは、恒例行事となっている、台北101との共催が期待されている、台北南港展覧館一館開業後、予防二館は、コンベンションセンターとしての役目を終えた。台北市政府は資産活用のため地上権の公募を開始し、2012年に国内製法大手の南山人事が50年間の使用権を取得した。オフィスや商業施設、博物館を整備する計画による投資総額は450億ニュー台湾ドルを超え、市政府には台北101開発権時の206億8889万ニュー台湾ドルを上回る。約270億ニュー台湾ドルの保証金収入がもたらされることになった。このほか、市政府には開業後に毎年2億ニュー台湾ドル前後の賃料及び不動産税収入がもたらされる。2013年に予防2館で最後の展示会、台北国際工具機展が閉幕すると、建物は撤去され、同年11月27日に南山人事が起工式典を開催した。事業費は176億8800万ニュー台湾ドル。地下は鉄骨鉄筋コンクリート構造、鉄筋コンクリート構造、地上は鉄骨構造の混合工法。オフィスタワーの44階には同級ブリキ2基を備え耐震機能を強化している。東西2棟の低層棟が中央の超高層のオフィスタワー棟を挟み込む形は、南山人事の山のロゴをモチーフにしている。ハの字型のオフィスタワー断面は、感謝を表す合掌を象徴している。外壁ガラスウォールは YKKAP が担当した。館内には三菱電機製、エレベーター27台、エスカレーター45台が納入されている。このうち高層用エレベーター8台は、分速360メートルの高速型。インテリジェントビルや緑の建築などの項目が評価されている。地上48階のうち6から43階の38フロアはオフィスエリアとなり、2018年6月の開業時点で9割以上が埋まっていた。46から48階はルーフトップバー。美風南山は台湾の小売大手ブリーズセンターが運営する同社10店目の複合商業施設。美風興地古墳有限公司が20年間の使用契約を取得し、高層棟の地上部と地上7階建て低層棟から構成され、総面積は約 1.6 万坪。各店舗のアトレ美風南山とともに2019年1月10日に開業。高層棟の46から48階は、美風のレストラン街となる。美風南山アトレは、美風南山の売り場面積の約4分の1を占めるアトレブランド初の海外店舗。2から4階にアトレ主導の51店舗が入居する。16店舗は台湾初進出となる。アトレと三井物産の合弁によるアトレインターナショナルが美風と設立した。ブリーズアトレホールディングスにより運営される。また、アトレの親会社である東日本旅客鉄道が設立した現地法人台湾都市自動事業開発古墳有限公司によってシンガポールに次いで海外2例目となる現地向けのインバウンド情報発信拠点ジャパンレールカフェも併設される。ありがとうございます。